県内では今日新たに191人の新型コロナウイルスへの感染確認が発表されましたこれで20日連続で前の週の同じ曜日を下回ったことになります新たに感染が確認されたのは盛岡市で60人中部保健所管内で45人など合わせて191人です先週木曜日に比べて35人少なく 前の週の同じ曜日を下回るのは、これで20日連続です。新たなクラスターは、県大館内と大船渡館内の高齢者施設、中部館内の医療施設とスポーツ活動、それに、欧州館内の学校と一の関館内の教育保育施設の合わせて6件確認されました。年代別では、多い順に実際未満が50人、 10代が32人となっていて10代以下で全体の4割を占めています県内で入院している人は74人で重症者はおらず2016人が自宅で療養しています